昔はさ、ぺこじゅうるとか言って、スケジュール出してたのに。ハハ3年も経つとこう変わるぺこだね、みんな。マジでさ、ずっとスケジュール出してる人、ほんとにすごいと思うぺこだ。でもなんか思ったの、ぺこなさま、スケジュール出せないことは申し訳ないと思ってるわけ,だけど、まあ、臨機応変に生きていこうやって感じなタイプなのね。な。変わっちまったなって。えなんかさその,この日は これをやりますとかって、なんかもう、前から前もって決めるのがね、やっぱ苦手だなって思った。なんかその日の気分でゲーム変えたいしさ、今日はやっぱこれやりたいとかってあるべこじゃん。だから前もってさ、あれするのはさ、ちょっと苦手だなって思ったんだよな。自分でやってて。一回提示しちゃったらさ、もし変える時になったらみんなにごめんなさいとかさ、なんか、それをさ、言って、なんか、また変更になった時にほんと何度もごめんなさいとかってなるのが、 ちょっとあれだよねとは思う大変ぺこだしみんなにもさなんかそのえスケジュールこれ言ってたじゃんみたいな感じになっちゃうからそこが難しいところぺこだなと思うでも早めにね言ってあげたことの方がいいのは分かってるペコなんだけどさでもなんだかんだあなたちは今のペコちゃんのスタイルで来てくれてるからペコこラはありがたいと思ってるよサンキんななんとかかんとか大好きなんとかかんとか かんとかなんとか。